ファーストでは福永がファーストでのスタメンとなっています。このあたり、まあ、ドラゴンズの方も少しオーダー変えてということになります。そうですね、ドラゴンズ背負ってプレーしてるわけですね。この日本の時はビッグレーンですね。マウンド上の松葉はまっちゃんという名前が入っています。ちょっと弾いている。ワンアウトです。まず先頭バッター抑えて一つ目のアウトを取った松葉です。松葉の立ち上がり打たせました。今日セカンドは板山、ツーアウトです。野間にも追い込んでいます。高めのボール、あ、これは手に当たったでしょうか。松葉はこの表情。初球打ち、セカンドの前、板山さばいてスリーアウト。松葉ランナー出しましたがゼロで抑えています。この後は玉村の立ち上がりです。ショートは矢野、ワンアウトです。カリスフリーバッターに対するチェンジアップっていうのがないからかなと思うんですけどね、この辺りの入荷ショート矢野が追いついてが投げられません。内野安打、ワンアウトから板山内野安打で出塁しています。ワンアウトランナー一塁です。どうしないといけないかなと思いますよね。はい、内角バットの根元でした。サード小園が掴んでいます。はい、うん、そういう感じでいてほしいですね。ランナースタート、二塁タッチアウト。石原がランナーを刺しています。ドラゴンズ1回ランナー出しましたがズラに終わっています。セカンド左、センター前ヒット、細川ヒットで出塁。ノーアウトランナー1塁です。1球目からいきました。そうですね、思い切っていきましたね。はい、ランナースタートを切った。レフトへ上がった当たり、レフトは上本です。ワンアウトです。まっすぐ続けました、詰まらせた、ワンバウンドしました。おっとショートがつかめない。ラッキーな形の内野安打、立浪監督も笑顔です。ワンアウトランナー一塁二塁です。ランナーを背負っています。ピンチの場面、ショート正面ゲッツーコース、6、4、3と回ってダブルプレー、玉村ダブルプレーでピンチを切り抜けています。カープはこの後3回上位打線に回ります。もっと自由な迫るぞいうふうにも思います。村松の当たりが三遊間破りました、レフト前ヒット。ドラゴンズこの回もノーアウトのランナーが出ています。ノーアウトランナー1塁です。村松もちょっとバッティング苦しんでいたんですが、今日最初の打席ヒット出ました、ね、まずはこうやってヒットが出ることが、ね、はい、また復調につながってくると思いますから、どういう形でもいいのでね、ヒットを出してほしいですよね。はい、小園が前に出てくる、バット引いてヒッティング、ショートの前、二塁破りだ、一塁を送ってランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁です。荒木さん、バッサーできました。まあまあ、あのバッティングのいい松葉ですから、まあ、こういうこともあるかなとは思ってましたけども、はい、うん、それでしっかりとこれ叩きつけてという、ね、しっかりと空振りしないですよね。こういうケースは何回か去年も見たことありますけども、首を振ってからうなずいた玉村、フルカウントから スライダー、レフト正面、ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁です。今日スタメン出場の板山がバッターボックス。二塁ランナー三塁まで、今日スタメン起用、板山の先制タイムリー、ドラゴンズが先制。板山のバットから先制点が生まれました。1対0、ドラゴンズが先制点を挙げています。グー、外のスライダーでした。アレキさん、このバッティングいかがですか。ナイスバッティングですね。もう最初からスライダー、この球狙ってたんだろうなっていう初球の逃げ方もそうでしたけども、その球を切ってしっかりと
捉えましたね。はい、玉丸の方としてはやはりどうでしょう、左バッターだと選択肢が少なくなるという印象あるんですが、なんかちょっと不用意に今の球投げてしまったように見えましたね、今のはね。追い込んでいます玉丸。外まっすぐ空振り三振でスリーアウト。ただドラゴンズ3回痛いものタイムリー、1点を先制しています。サード正面、高橋今度はがっちりキャッチ、ワンアウトです。先につなげたいところ、琴ノの当たりはセンターへ、そのただセンターの前に落ちました。センター前ヒット、ワンアウトからランナーが出たカープです。ないと思いますけどね。はい、ワンアウトランナー一塁。打ってきた、右中間ヒットになりました。小園は二塁を回って三塁へ向かう。ワンアウトランナー一塁三塁。さあカープが同点のチャンス、堂林がつなぎました。ワンアウトランナー一塁三塁。セカンドショートは下がっています。一塁ベンチもやや慌ただしくなってきました。ワンアウトランナー一塁三塁、カープは同点のチャンス。今日スタメンの石原バッターボックスです。初球から行った、犠牲フライ、どうでしょうか、やや浅め、三塁ランナースタート、ボールは返ってこない、カープ同点に追いつきました、1対1。石原の犠牲フライでカープが追いつきました。初球から行きました。三塁ランナーの小園がホームを踏んでいます。石原初球から行きました、ね、お前ライトの前、細くは追いついてスリーアウト。ただカープは6回石原の犠牲フライ、同点に追いついています。1対1、ゲームは振り出しに戻っています。低め見たフォアボール、先頭バッターが塁に出ました。カープノーアウトランナー一塁です。やや流れはカープの方に傾いているかもしれません。先頭バッターフォアボールで出塁。バントをしたピッチャーの前、二塁は無理、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。ドラゴンズ外野はやや浅めの守備位置。バッティングカウントから、セカンド正面、二塁ランナーは三塁へ、ツーアウトランナー三塁です。もうね、あの状態上がってきてると思いますからね、怖いですよね。その前の野間に対してボールが3つ、内角外れました。このボール外れてストレートのフォアボール、ツーアウトランナー1塁3塁で、その乗っている上本を迎えるドラゴンズサイドです。ここで1塁ベンチから大塚ピッチングコーチが出ます。まあここは交代というのも選択肢にはありますが、どうもそのままということになりますね。そうですね、タオルと水と持って行ってますからね、うん、右バッターの上本を迎えるところ、一旦ここは間を取ります。まあ斉藤は右バッターも、あ、ここで立浪監督が出ます。ワンテンポ遅れて立浪監督が交代を告げますが、これはどうなんでしょうか。これ清水ですね、多分ね。これただピッチングコーチが出てですね、ええ、で1回下がってから監督が交代を告げるというのが認められないということになります ね、 そういうことですね。これはそうだそうだ、あそこをまたいじゃダメなんですよ ね、 そうですね、今大塚ピッチングコーチがマウンドに行ってベンチの方に戻ってラインを越えてから立浪監督が出ました。そういうことですよね、もう帰ってきてましたね。そうですね、
立浪監督は審判の元に行ったのはあれ交代を告げたという交代も清水と言ってましたから口元では。なるほど、となるとこのなんとか抑えてほしいですね、そうなるとね。大塩コーチも帰ってました。そうでした、はい。さあちょっとこのドラゴンサイド後手を踏んだような印象もあります。カープとしては勝ち越しのチャンス。アウトコース決まりました。低めのスライダー返ってくるという守備体系です。追い込んでいます斉藤。低め空振り三振、三球三振、ピッチャーをしのいだ斉藤、二度おたけびを上げました。カープ一塁三塁のチャンスでしたが無得点に終わっています。まあ、ちょっとこのベンチのドタバタというのもあって、ちょっとどうかなというマウンドではあったんですが、その中あの集中力切らさずにね、しっかり投げましたよね斉藤は。そうですね、本当にその気持ちが切れてもおかしくないところだったんですが、うん、まあ、もう一度入れ直しましたが、まっすぐで追い込まれました。外スライダー空振り三振、もう1点台です。福永を2球で追い込んで変化球、2者連続三振、3球三振で2アウト、ランナーはありません。日曜日のデイゲームライトスタンドは埋まっています。フルカウントから外の変化球、バットの先、ショートは矢野、堀江が素晴らしいリリーフ、三者凡退にドラゴンズ打線を抑えています。カープはこの後4番の小園からスペシャル攻撃です。ジメジメを吹っ飛ばして盛り上がっていこうというドアラの今日の一言です。まあ、ドアラさんもこのカードから復帰したということで、いや心配してましたからね、僕も。ちょっとこの離脱の期間が長かったですね。ちょっと長かったですね、ちょっと長かっただけにちょっと心配しましたけども、ね、こうやって元気に出てきてくれてるので、安心しましたね。はい、さあ8回の表ドラゴンズ何回から継投に入っています。2番手斉藤の後3番手松山が投球練習を行っています。松山は今日が24歳の誕生日ということになります。争いするぐらいの時の9月の中旬でしたから、緊張感のあるゲームやってましたね。どうでしょう、いい思い出というのはありますか。どっちも別に悪いこともないですし、特別良かったかといえばそんな感じもなく、特別なあれはないで、思い出はないですね。そうですか。中盤に来ました。決着がつくとしたらどういった形になりそうですか。セカンド左逆シングル、伊藤の添えたナイスプレー、ワンアウト。いい当たりでしたが、今日セカンドのスタメン、タイムリーも放っている板山、好プレーを見せました。ワンアウトランナーはありません。どういう結果になっていくかなっていうのはちょっと難しいですけども、やっぱりこうやってね、しっかり守っていくこと、でやっぱり変なミスっていうところからの点で負けっていうところは避けたいなっていう感じですよね。そうですか。ナイスプレーですよね、今のはね。ここから両チームとも継投に入っていきます。セカンド左、今度も追いついた。一塁はただセーフになった。内野安打。ワンアウトランナー一塁、堂林はこれで3安打猛打賞、今シーズン2度目の猛打賞を記録しています。ありがとうございます。はい、勇敢セカンド左へのゴロ、抜けるかなというあたり、飛びついて追いつきました。セカンドの名手荒木さんに伺いますが、あれはアウトにするにはどうしたんでしょう。アウトできないでしょ今の。あ、もう無理ですか。今のヒットコースですからよく取りましたよね。あれはアウトするならばショートにトスするしかないですよね。あの、荒木
かプレーですか。そうですね、まあ今追いついただけでもいやすごい締め入りでしたね、今出たら、そうですね、ワンアウト一塁です。石原に対して1球目は内角高めのまっすぐ、ランナースタート、まっすぐ打ちました、ライトへ上がった、細川が追いつきそう、ツーアウトです。勝負になってきましたね、バッターね。フルカウントから次が10球目です。一塁ランナーは自動スタート、まっすぐ見極めた、ボール、フォアボール、ツーアウト、ランナー一塁二塁、カープがチャンスを作っています。菊池10球粘ってフォアボールを選んでいます。でそこでここで、加藤が何か感じて次のサインを出すんでしょうね、まっすぐで様子を見た後、まっすぐかあるいはフォークボールか、フォークボール、空振り三振、今日誕生日の松山、ピンチを招きましたがカープ打線をゼロに抑えています。この後ドラゴンズは8番の山本から始まります。送りましたが、そのピンチ松山がしのぎました。最後は矢野に対してフォークボールで仕留めました。最後の矢野との対戦、打席どうご覧になりましたか。初球の、ね、甘いまっすぐをやっぱり見逃してくれたっていうのがやっぱり大きかったですよね。あそこを打ちに来られるとまっすぐ一本でね、打ちに来られると嫌 な感じの球でしたけどね、そこをあっさり見逃してくれたおかげで、優位に最後まで行けて、最後にいいところからフォークを落として三振取れたっていう感じですよね。はい、スリーボールツーストライク、フルカウントから高め見送った、ボール、フォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えてしまいました島内、ノーアウトランナー一塁です。ドラゴンズは4回以来の先頭バッター出塁、そして4回以来のランナーということになります。ノーアウトランナー一塁です。点になると言います、なのでしっかりとこう振りたいところですよね、ドラゴンズは送りバントの構え、岡林マウンド上は島内です。ネクストバッターサークルは6月好調のカリステが控えています。ランナーを2塁に置いてカリステに回せるかというドラゴンズ、バントをした、一塁方向、ファーストが見送らない、ボールを取った、一塁送って送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。ファーストの堂林の判断も今絶妙でしたね。そうですね、もう切れないと思った瞬間に今取らないともうファーストがセーフになりそうでしたからね、いいタイミングで取りましたよね。そうですね、二塁、今日ヒットのないカリステバッターボックスです。8回の表はカープチャンスを作りましたがゼロ、今度のドラゴンズ8回の裏、勝ち越しのチャンスを迎えています。これまっすぐから入りました、ツーボールから入り口に入った、左中間真ん中押した、二塁ランナーが三塁を回った、ドラゴンズ勝ち越し3対2、カリステの勝ち越しタイムリー2対1、ドラゴンズ8回に勝ち越しました。今日ヒットのなかったカリステ4回目のバッターボックス、勝ち越しタイムリー2対1、8回にドラゴンズが勝ち越しました。カリステのバッターから決勝点が生まれました。ツーボールからの3球目でした。アレクさん、ね、真ん中に変化球来てくれましたね。はい、やっぱり苦しいわけじゃないんでしょうけど、やっぱり真ん中に来たその球をしっかり捉えたカリステ、ナイスバッティングですね。そうですね、島内としては2ボールから甘くいきました、本当に今日、ね、あんま最近見たことがないような、そうですね、投げづらそうな感じですよね。はい、2対1ドラゴンズが8回カリステのタイムリーで勝ち越しました。1塁ランナーはダイソー小田が送られています。ランナースタート、打ち上げました、ファウルフライ、堂林掴んで2アウトです。
守りでもエラーがありました。昨日まで3試合連続ヒット中です。ランナースタート、これはタッチ、セーフになった。ただこれはショートの矢野がリクエストを要求します。送球がそれました。ランナーが来る方でしたので、タッチをしていたらアウトということにはなります。判定はセーフです。キャッチャーからの送球が一塁方向にそれました。ボールを取りながらタッチに行った。あーっとタッチしてますかね。してますね、そうですね。オーダー頭から行きましたが、まあ、タイミングとしてはいいボールなら完全にアウト。送球それましたが、これはちょっとドラゴンズにとっては厳しい判定になるかもしれません。審判出てきました。二塁はアウトです。小田盗塁失敗で3アウト。ただ8回ドラゴンズカリステのタイムリーで勝ち越しました。さあこの後ライデル・マルティネスの登場となる、なりそうです。もっと自由な迫るだそう。場内暗転。今シーズンはこのライデル・マルティネスのこの登場シーンの演出がより一段とワープしました、ね、本当にかっこいいですよね。映像が流れている間、場内が暗くなって、そしてマウンドにだけこのライトが当たっているという演出。そしてドラゴンズは守備も変わっています。ライデル・マルティネスは6番に入っています。6番ピッチャーライデル・マルティネス、そして5番にはセカンド田中が入っています。田中が入ってセカンドを守っていた板山がファーストに回っています。田中がこの回からセカンドの守備についています。1点差。今シーズン代打でホームランを1本放っている松山がバッターボックスです。154キロ決まっています。さあ1点を追いかけるカープとしてはどういった攻撃心がけたいですか。まずはもう先頭が出ることですよね、そうですね、松山君にはまずしっかりと出ること。はい、はい、まず先頭代打松山出塁になるか。うまくすくい上げたあたりセンター後方、ただ岡林足の余裕がある。掴んでワンアウト。先頭松山センターフライでワンアウトランナーはありません。ランナーはなし。初球打ちセカンド正面。この回からセカンドは田中。2アウトです。秋山初球から狙っていきましたがセカンドゴロ。2アウトランナーはありません。2アウトランナーはありません。センターへ上がった。センターは岡林掴んで3アウト。試合終了。最後はライデル・マルティネスがわずか5球でカープ打線を三者凡退に抑えました。これでドラゴンズ5カードぶりの勝ち越し。一方のカープは5カードぶりのカード負け越しとなりました。2対1ドラゴンズが今日のゲームをものにして久々のカード勝ち越し。借金を1つ減らして借金を5としています。今日は解説荒木正弘さんとともにお届けしてきました。最後はライデル・マルティネス全く隙がありませんでした。そうですね、本当に心配なく危なげなく、しっかり終わりますね。やっぱりそうですね、はい、わずか5球で最後三者凡退に抑えました。カリステの決勝タイムリー。そして最後はライデル・マルティネスが抑えて2対1ドラゴンズが今日のゲームをものにしています。それでは今日のゲーム振り返ります。松山真也投手、そしてオルランドカリステ選手です。松山さん、初めてのお立ち台です。はい、初めてのお立ち台です。どうですか気分は。いやもう最高です。はい、はい、そしてもうおめでとうという声がかかっております。24歳の誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいお祝いですよ。すごくお祝いされてますよ。ありがとうございます。
そして2勝目ですね。そうですね。でもまあ周りの方々のおかげだと思うので、僕だけではないんで本当に感謝してます。ただ8回のピッチング、おとといといい、今日といい、相手のバッターがものすごい粘りを見せていましたね。いかがでした？ファールファールで粘ってこられたでしょう。どうでした？まあ、しんどかったところはあるんですけど、でも繋いでくれた方々がいたので、そこはしっかり抑えようという気持ちでいきました。もう直球もフォークも素晴らしかったですね。ありがとうございます。これでチーム5カードぶりの勝ち越しなんですよ。はい、5カードぶりの勝ち越し。ありがとうございます。貢献しましたね。そうですね、はい。これからも素晴らしいピッチング期待しております。はい、ありがとうございます。さあ、そして今日もヒーローです、カリステ選手です。おめでとうございます。Muchas gracias, ありがとうございます。決勝タイムリー8回のあの場面、どんなことを考えていたんですか？Bueno, tú sabes, de principio estamos acá. はい、チャンスで回ってきたので絶対打ってやるって気持ちできました。まず最初にやはり神様に感謝したいと思います。神様、いつもありがとうございます。そして今日は娘の誕生日でしたので、何とかして打ってやろうと思いまして、活躍できてよかったです。いや、おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。何歳の誕生日ですか？1歳になりました。お隣の松山さんと同じ誕生日ですね。Sí, no, lo felicité y bien merecido fue porque siempre estoy trabajando fuerte y Dios le regaló este cumpleaños con un juego ganado. 松山投手もいつもいつもしっかりと練習してチームの勝利に貢献してもらっているので、誕生日にふさわしい勝利だったと思います。おめでとうございます。皆さん、素晴らしい応援、今日もありがとうございました。さあ、そして松山投手も次の試合向けての報告をお願いします。そうですね、まず今日という日を迎えられて、両親にまず感謝して、そして、ご声援をくれたファンの方々にまず感謝して、次のカードからもしっかり大きな声援をよろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーロー、カリステ選手、そして松山投手でした。ありがとうございました。今日のヒーロー、松山とカリステのヒーローインタビューをお聞きいただきました。松山誕生日は我々も知っていたんですが、はい、カリステ娘さんの誕生日、ね、これはなかなかの縁ですね。これはね、そうですね。で、松山が初めてのお立ち台というのも、そうですね、びっくりですね。なかなかこのリリーフピッチャーというのは、そうなんですよね。なのでね、こうやってね、勝った時はもうなるべく中継ぎのピッチャーもあそこに上げてあげたいですよね。はい、そうですね。この2人のヒーローインタビューをお聞きいただきました。それでは立浪監督のインタビューです。もう今はとにかく我慢してですね、すり勝っていけるようにもう試合試合やっていくだけだと思ってます。ありがとうございました。立浪和義監督にお話を伺いました。この放送は4時43分の猛打賞と復調の気配を見せています。そうですね、いいきっかけになってくれるといいですよね。そうですね、昨日末加年が負傷交代ということで今日はスタメンを外れました。このあたりが、みんなでカバーしてというこの先になりますね。そうですね、もともとね、そういうチーム作りをされているチームですから、ね、チーム一丸となって束になって相手のチームに勝っていくっていうようなチームですから、はい、負傷者が出たらそこをカバーをみんなでやっていくっていう感じでやっていくんじゃないでしょうかね。はい、他球場をご覧いただいています。東京ドームは4対3ヤクルトが追い上げています。エスコンフィールドと京セラドームは試合が終わっています。みずほペイペイドームは6対6と延長戦に入っています。まだ福岡は試合が続いています。